よりなんせ江戸時代からタイムスリップ、アリスこと花魁の神月桜でアリス、主様は脱毛していんすか？実は江戸時代でも脱毛は流行していした。吉原でも毛抜きには余念がなかったんだよ。そこでこたびは江戸の脱毛事情、脱毛の方法について解説していきんすえ。それでは店にご案内いたしんす。チャンネル登録お頼み申しんすえ。江戸の脱毛事情。江戸に脱毛が流行してきたのは江戸時代中期の頃でありした。実は姫方より殿方の方が脱毛に気を使っていて、ヒゲはもちろん体毛も脱毛するようになりした。この美意識は現世の殿方にも通じるところがありんすね。江戸の粋な殿方と同じくらい脱毛に気を使っていたのが江戸吉原の遊女でありんした。遊女は主に陰毛を脱毛していて、見た目の部分というよりも毛じらみなどを防ぐ衛生的観点によるものでありんした。ちなみに全て抜くのではなく、あえて毛を少しだけ残してにした。実は日本の脱毛の歴史は平安時代から始まりんす。貴族の間で目と眉毛の間が開くことが流行りして、顔を整えるために眉毛をほとんど抜いてにした。脱毛の概念が令和の世でも浸透しているのが何とも面白いよね。脱毛の方法。では江戸時代の殿方や遊女はどのように脱毛していたのか。まずは現世でもよく使われている毛抜きでありんすね。これで一本一本毛を抜いていきんす。時間はかかるけど、抜いた後チクチクしないのが利点でありんす。次に毛切り石で削り取る。あまり現世の方には馴染みがないかもしれないけど、毛切り石という拳大の軽石が江戸の銭湯には置いてありして、それを2つすり合わせて毛を削り取っていした。なんで銭湯では殿方が毛切り石で脱毛に励んでいした。そして線香で焼き切るという方法もありした。この方法で脱毛すると毛先が丸まり、毛を剃った後のチクチクした感じがなくなりんす。あともう一つ驚きのもので脱毛していたんだけど、それは馴染み客限定の絵巻でご紹介しんすえ。実は脱毛剤もあって、木の実から抽出した油と軽石を砕いて粉末状にしたものを混ぜ合わせたもので、これを手足に塗り込み摩擦で脱毛していきんす。脱毛した後のお手入れも忘れてはいけんせん。江戸時代では脱毛後のお手入れとしてヘチマの水と、なんとウグイスの糞を使用していした。ウグイスの糞と聞いて驚かれるかもしれんせんが、実は現世でも販売している歴史ある美容成分なんだ。ウグイスの糞は小じわが取れる、肌のキメが細かくなる、肌のくすみが取れると肌の悩みを解決させてくれる万能物でありんした。また僧侶つまりお坊様もウグイスの糞を使って頭を磨いてんした。ウグイスの糞が江戸人にとても浸透していたことがわかりんすね。そろそろ引けの時間になってしまいした。脱毛の文化が江戸時代からあったのは、主様たちも親近感が湧いたんじゃないかい。ここからも江戸人吉原の遊女がいかに美意識が高かったことがわかりんすね。この YouTube では江戸時代からタイムスリップしてきた吉原の花魁神月桜が江戸吉原のことを解説していんす。次回もご登録お待ちしていんす。おさらばへ。本日もご登録ありがとうございました。またのお越しをお待ちしていんすね。